ディミトリ・シバイオスとマイケル・シバイオスは、ディミトリ・ベガスライク・マイクのアーティスト名で知られる、ベルギー出身の DJ、音楽プロデューサー。DJ マグトップ 100DJs のファンの投票による、ランキングで、2011年度は79位、2012年度は38位、2013年度は6位、2014年度は2位、そして2015年度には1位となった。しかし、 2016年度は、マーティン・ギャリックスにその座を譲りに位となった。2019年度には4連覇がかかるマーティン・ギャリックスを抑え4年ぶりの1位を奪還。公式のロゴディミトリ・ティーベースとマイケル・ティーベースの実の兄弟からなるベルギー人、DJ ユニット、プロデューサー、作曲家。彼らは、世界的権威のある DJ マガジン、DJ マグの2015年度 DJ ランキングで、 世界一位にランキングされている。普段はベルギーに住んでいるが、スペイン、ギリシャ、ロサンゼルスにも家を持っている。インストながら一度聴いたら、口ずさめるようなメロディセンスを武器に、次々に大ヒットアンセムを連発し、彼らの楽曲はフェスやクラブでかからない日はないと言っても、過言ではないほど世界中で大ヒットしている。EDM を代表するビッグアーティストである。 世界最大の EDM フェス、タマーランドのオフィシャル DJ を務める。このフェスティバルは38万枚が即日完売した。ライクマイクは、ギリシャ語、フランス語、オランダ語、英語、スペイン語、ドイツ語の6カ国語を操り、ディミトリはオランダ語、フランス語、ギリシャ語、英語の4カ国語を話す。兄のディミトリが DJ への一歩を踏み出したのが14。 15歳の時、早くから地元の小さなクラブで DJ をし、ビットフムというラジオ DJ のパーソナリティを務めていた。1999年にディミトリはヨーロッパツアーで各国を転々とし、2003年にはスペインのパーティーアイランド、イビサ島へ渡り、プリビレッジやスペースといった人気クラブのレジデント DJ として活躍していた。 2006年までアムネジアのレジデントを務めるためにギリシャのザンテで過ごした後、再びベルギーに戻った同年の秋、弟のライクマイクと一緒に音楽活動を開始する。兄弟で活動を開始するに至ったきっかけは、ディミトリがイビサ島で DJ していた時に酔っ払ったライクマイクが乱入してきて DJ を一緒にしたことに起因している。その後、初のリリース作品、 ラココナそしてリミックス音源のワークザットボディを発表。2008年にはアクスウェルの目に留まり、アベル・ラモスのリミックスロッテルダム・シティ・オブ・ラブ・をアク・ストーンのレーベルから発表する。2010年、世界最大級の音楽フェスティバルであるトゥモローランドのホストとして初めて登場し、トゥモローランドの公式テーマソングを担当する。この楽曲は、 ダダライフとタラマクドナルドとの共同名義で彼ら自身のレーベルスマッシュ・ザ・ハウスからリリースされた。2011年もまたアフロジャックとナーボと共にシングルザ・ウェイ・ウィー・シー・ザ・ワールド・トゥモロー・チェンジ・のトゥデイを発表。この楽曲もまた2011年のトゥモロー・ランドの公式テーマソングとなっている。2013年にはシングルでタマーランド公式テーマソングチャタフチを スマッシュザハウス、スピニングレコーズから発表し、ビトポートチャートで1位を獲得。2014年は、W&W と共にトゥモローランド、公式テーマソング、ウェーブスを発表。2016年には、ディミトリ・ベガスライク・マイクラからアナウンスされ、かねてから、ファンから渇望されていたレッドフートの楽曲、ミート・ハート・トゥモローを発表。この楽曲は彼らの楽曲の中で、 最も注目された楽曲の一つでもあり、後にこの楽曲は、レッド風のソロデビューアルバムパーティーロックマンションに収録されている。2016年には初めて、日本人、アーティストエグザイルとライブとコラボレーションした。ハイアーグラウンドフィーチャリング、ディミトリ・ベガスライクマイクを提供。DJ Mag ップ p 100 DJs 2011 d j m a g c o m スラッシュ。 2016年7月13日閲覧 d j m a g t o p 1 0 0 d j s 2 0 1 2 d j m a g c o m スラッシュ2016年7月13日閲覧 d j m a g t o p 1 0 0 d j s 2 0 1 3 d j m a g c o m スラッシュ2016年7月13日閲覧 djmagtop100djs2014 d j m a g c o m スラッシュ2016年7月13日閲覧 d j m a g t o p 100 d j 2015 d j m a g c o m スラッシュ2016年7月13日閲覧 d j m a g t o p 100 d j ュ2016 d j m a g c o m スラッシュ201610123へ閲覧トップ 100djs d j m a g c o m 2020年3月12日閲覧ありがとうございます。